ディフェンディングチャンピオンが遠藤谷選手でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、今年から2018年ずっと追われる立場で来ましたけれども、はい、この優勝戦の舞台にまずは立つことができましたですね。そうですね、はい、はい、とか、はい、3日間戦って、昨日はまあ、本当にね、ポイント争い大混戦だったんですが、はい、しっかり勝負分け成功になりました、はい、どんなモーターの仕上がりになってますか。そうですね、上位とやっぱ差はあるんですけど。差はあるんですか。やっぱりそうですね、はい、ちょっと2番手グループみたいな感じ。そうですね、うん、はい、どの辺がモーターになるんですか。全体的に出口も、はい、伸びも出口の足もちょっと物足りないです。直線も回り足もその後のセカンド、はい、立ち上がりの足も全部もう少し本体の厚みが欲しいんだ。そうですね、はい、時間たっぷりありますが何か考えてますか。ペラ調整で、はい、あとは今節のスタート感、これに関してはどうですか。まあ、そうですね、スローは見やすかったので、昨日、はい、いいのがいけるんじゃないかなと思います。そうでございますか、はい、まあ、でもね、先週までもお話しましたけれども、もう今年は滋賀旋風でございますから、はい、はい、最後はやっぱり遠藤さんが締めないと、はい、はい、連覇というね、大きな目標もあるわけでございます。それでは最後、優勝に向けて意気込みをお願いいたします。はい、滋賀支部の流れに乗って優勝して帰りたいと思います。お待ちください。はい、遠藤選手でございました。ありがとうございました。日高さんが間もなく到着するかと思いますので、お待ちしてますよ。よろしいですか。はい、はい、グレートマザー日高一子選手でございます。よろしくお願いします。はい、もう前夜祭はですね、まだ皆さんはレースに入ってませんが、皆さんからお酒をついでいただいて、はい、はい、始まって20分で記憶を立ちましたですね。いやいや、記憶は残ってます。あ、記憶は残ってますか。はい、はい、足元だいぶその時はふらついてます。今大丈夫。私はね、ヒールを履き慣れてないんで、とりあえずふらついてたんです。あ、そうでございますか。はい、はい、まあ、ああ言えばこういう声はありね、人生のある時にそういう感じでございますが、冗談はさておきまして、3日間戦いました。はい、新聞なんか見てると、なんか日高さんが一番こう、なんか上昇ムードっていうか、上積みできてるっていうふうに出てましたけど、まあ初日よりは上積みできてますけど、うん、みんな上積みしてるので、うん、昨日はなんか細川さんの方が良さそうでしたけど、はい、はい、でも今の段階でモーターは納得はしてる。そうですね、まあ、うん、松本さんとは足汗してないし走ってないとよくわからないんですけど、見てる限りは松本さんの方が良さそうだなと思います。そうですか。でもその次ぐらいにはいるか。いやいやいや、そんなことはないですね。じゃあ時間ありますけど、もうちょっと何か考えますか。いや、もうやらないと思います。ペアの微調整でございます。はい、はい、3走してのスタート感、向かい風今日も強く吹いてます。どうでしょう。で、今までスローでつかめてなかったんですけど、今日初のダッシュになるそうなので、うん、まあ、朝も特訓してきましたけど、はい、またもう一回特訓あるんで、そうですね、はい、しっかり掴んで、ダッシュからのスタートを掴んでいきたいと思います。もう平和島はもうずっと皆さんご存知のセンターが強いというイメージの水面でございますから、ちょっとレース展開の鍵を握りそうですよ、洋枠は。でもここ2年ぶりで、あんまりそんなスタートに自信がないそうですか。はい、はい、でもグレートマザーでございますね。それでは優勝に向けて意気込みをお願いします。頑張りたいと思います。冬のクライマックス来るのも最後かもしれないので、そんなことはございません。はい、頑張りたいです。前夜祭の時に後ろで山川さんと日高さんと寺さんと、もう3人最後かもしれない、写真撮ってねって言ったけど、3人ともしっかり優勝戦乗ってますから。そうなんです。メンバーって笑サンババーが乗ってると思って笑えてきました、そうでございますか。もっと話聞きたいんですけど、最後にまた寺田さんが尺くれって怒られるので、この辺にしていただいてよろしいでございますか。番組の宣伝だけしていいですか。あ、いいですよ。1月4日の明日も晴れ人生レシピと、はい、1月6日の勝利へのターン BS 富士、絶対見てください。はい、ね、平川さんが優勝したら視聴率も上がりますんで、はい、はい、それでは頑張ってください。はい、はい、平川さんでございました。ありがとうございました。はい、森谷さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。4年ぶりになりますかね、この舞台はね。はい、はい、今年はしかしレディースチャレンジカップを制して、はい、こうどんどんどんこう勢いつけてきたって感じですけども、はい、そうですね、はい、うん、近況のリズム最高じゃないですか。そうですね、本当に去年の暮れから、うん、はい、秋口まですごく結果が残せなかったんですので、うん、それを考えるといいと思います。そうですか。モーターはどんな仕上がり具合ですか。
昨日までちょっとどうかなって思ってたんですけど、今朝関のあやちゃんから幸せしてもらって、まあ、ちょっとあやちゃんの方が良さそうだなと思ったんですけど、そんなに悲観するほどではないのかなと思ったので、はい、悪くないと思います。そうですか、まあ、関のほうがね、僕自身納得、いい足だって言ってますからね。はい、じゃあ微調整ぐらいで、いや、ちょっとなんかいろいろやりますか。はい、いろいろ考えます。そうですか、スタート感どうでした。スタート感は私にしてはしっかりいけてると思います。そうですか、はい、はい、さあ、それではお別れでございますけども、はい、じゃあ展開つける足ありますね。そうですね、はい、はい、優勝に向けて意気込みお願いいたします。はい、本当に今年1年岡山支部の皆さんをはじめ、他県でもいろいろ声をかけてくれた方々や、本当に結果が残せなくて辛い時でも変わらず応援してくれた方々の声援があったので1年頑張ってこれました。感謝の気持ちを込めて最後一層頑張ります。見ててください。はい、森谷先生でございます。ありがとうございました。ね、ずっとこう、選手がスタート感じでございますよね。はい、はい、寺田さん、早く来ないと尺がなくなりますよ。はい、急いでくださいね。はい、はい、来ました、来ました、来ました。寺田ちゃん、はい、こんにちは。はい、寺田中選手、優勝選手、おめでとうございます。ありがとうございます。昨日レースが終わって2着で上がってきて、え、本当、嘘、タナボタって言ってました。あの、そうですね、もう2着だとダメだと思ってたので、うん、はい、でもあのいい収穫もあったので、うん、はい、自分なりにはもう仕方がないなと思ってたんですけど、はい、まあ、インタビューがありますって言うから何のって言ったんです。はい、その横で細川さんがずっとテラッチのことを見てました。なんかね、あの上位着順だったので、はい、まあ、でも僅差だったので、うん、そういうことはあるかなとは思ってたんですけど。そうですか、はい、さあ、モーターの仕上がりどんな感じですか。徐々に良くなっていて、昨日はもうグリップ感は最高だったと思います。そうですか、じゃあもう十分転換をつける足はありそうだなと。まだまだ微調整が必要だとは思いますけど、はい、勝てない足ではないと思っています。スタート感はどうでした。スタート感が一番ない感じですね。あエンジンは頑張ってるんで、エンジンに昨日お前も頑張れよって言われた感じでした。はい、そうですか、はい、さあ、ともかく大晦日最後のレースございますので、レースを面白くするかどうかは寺田さんにかかってますよ。そうですね、さっきも誰か深川慎二になれとか言われたんですけど、深川慎二にはなれません。そうなんですか。レーススタイルはなれます。はい、タイプは違うタイプですけど、私は私なりに私らしくいきたいと思います。はい、そうでございますか。はい、はい、さあ、このご存知の通り平和島は大きなレースの優勝戦は特にクリーンのカポックは大活躍をしております。優勝に向けて意気込みをお願いします。はい、今年1年本当にいろんなことがあって、ここに立てていることがすごく本当に、皆さんに感謝しています。岡山に元気を与えられるように一生懸命頑張りますので応援してください。はい、ありがとうございました。寺田中選手でございました。 G1 第7回クイズクライマックス優勝戦6メンバー、まず1号艇松本2号艇山川美優選手、3号艇遠藤恵美選手、4号艇日高逸子選手、5号艇森谷亮選手、6号艇